久保さん、シーズン2ですね。まあでもシーズン2だと思いますよ。やっぱ久保さんも今、だって、ゴリゴリコンテンツビジネスやってないじゃないですか。ゴリゴリセミナーやってないじゃないですか。ゴリゴリ自己アフリエイト教えてないじゃないですか。ゴリゴリ。24時間お客様のために死ぬっつってね、家に24時間お客さんまね入れてやってないですよね。家族もあるし。だからステージは変わるんで、なんだろうな。まあ 頑固、なんか、これは絶対っていうのはも,もちろん大事なんだけど、やっぱ変えていくっていうのが一番逆に大事なんじゃないかな。まあでも、まあ、それを貫き通すっていうのも美,美なんでね。うん、美と、なんか一つのものを愛し続けるっていうのも美,じゃ美徳じゃないですか。だけど、変え続けるっていう柔軟性もある意味、センスというか美、美ではないかな。なんて言ったら、日本語で言うなら、日本語ではなかなか、 あ表せないですよね。まあ、オバマ大統領で言うなら、まあ、チェンジですよ。チェンジと改革していこうと。<laughs> うん。なんで、日本語ではね、日本風で言うならば、一つのものを愛し続けるっていうのが、なんか美しい、素晴らしいみたいな感じなんだけども、まあ、チェンジですね。チェンジ <laughs>。 改革していくっていうのは大事だと思いますだってこれは今度、久保さん iPhone 13僕買うんですけど、これは今 iPhone 11なんですよ。で、2年使ったんですけど、iPhone 13に変える、新しいのに変えるんですよ。で、これずっと iPhone、も変えた方がいいじゃないですか、そんなのは。<laughs> だから物にも、まあ、まあまあ、その物にもよると思うんですけどね、まあ、なんだろうな、これどう表現していいか分かんないですね。だから、久保さんが所有してるキットに関しては、うーん、いや、あれは、 あれは、ま、久保さんで保有してた方がいいんじゃないかなと思いますし、多分あれを2、3000万で売るのは難しいですよね、多分今。まあ、その中古市場でも、多分あんのかなうん、どう、どうですかすみません、きっと僕調べてないんでわかんないですけど、うん、まあ、セルシオに関しても、まあ、ちょっと高く売るのも難しいし、 うんまあ、ベースとしても本当に高く売れるっていうのがまあ大前提としてあるんだよね。産業に関しては。まあ、間違いなく、うん。その前提のもと、ただ肉付けしてるだけなんですけど、うん、あれが本当に100万円でしか売れないんだとずっと僕は思ってますね。間違いなく <laughs>。 <laughs> うん、ただまあ今後も多分 R34 に関しては本当に4000万台になってくるそして4000万になってきたら5000万になるかもしれないし僕は予測は5000万になる可能性出てくるんじゃないかなと思いますけどねうんまあ需要と供給のバランスでまあアメリカの人たちでめっちゃ欲しいっていうねその金持ちの人たちで <laughs> いると思うんで奪い合いですよねうんだから本当に多分 まあ僕はそのワイルドスピードであのポール・ウォーカーが乗ってくれたっていうのがもうあれが伝説になったのかなと思いますけど。はい。まあ,あ、チェンジですね。いってらっしゃい。